待ってて。お。楽しいとこ来たよ。どっから見る？いろいろあるよ。気になるね。気になるね。ん？あ、なんかいるよ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。人間大好きなもんね。本当ですか。おー、こんにちは。かわいい、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 かわいい。こんちゃん、ダンボは好きですって書いてる。最初はグーじゃんけんぽん。で、腰見る、ね、はい、おおあったかい。毛がないんですね。そうですね、毛のない森の。あ、森だった。あ、こんちゃん着いた。行ってらっしゃい。それが気になった。じゃ人が気になる。ちにらめっこになっちゃうね。アヒルの絵描いてある。うん、どれだどれだ。どこにいる、どこにいる、どこにいる。これと同じ。これこれ。あそこ散歩してる。そこにいっぱいいるよ。じゃ散歩してるよ。アヒルの顔しても大事。どれぐらい？あ、ちょっと下からの方がいいとか上からの方がいいとか。あ、そこまで飛んできた。楽しいね。楽しいね。怖いけど楽しいね。見て。あ、来た来た来た。来た来た。ひびさんがここにいるよ。ここ見る。やめとく。どうなんだろう。うなぎちゃんって名前。かわいらしい。おー、びっくり。うなぎみたいでしょ。なるほど、本当だ。うなぎと一緒だ。すごい、平気で、平気でも食べてる、ね、うなぎみたいな顔でしょ。ロシアもそう。そうですね、これ虹色に輝くサンビームジェリーって言われる。へぇ、光に当たると虹色なんですよ。そうですね、ね、探しても大丈夫です。持つの。うわー、想像通りの想像通りのぬるっとぬるっとした顔が本当にうなぎみたいな。ちょっと間抜けな感じ。かわいらしい、かわいらしい。普段こうやって潜ってる子になります。まだお家が完全にできてない。仮住まいでそこに暮らしてもらって。ほらちゃんとしたところに。よいしょ、いくよ、せーの、よいしょ。おお、それ、イスラム人。ちょっと長い。え？誰よりも、え？いるよ。頑張れ、よいしょ。よいしょ、置いた。すごいね。やる気満々だね。いいよ。いいよ。いける。
かな。よいしょ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 。ああ、到着した。お母さん、見えてるかな。寝てますよね。半分ずつ寝れるんですよ。長距離しか通らないといけないので半分ずつ脳を休ませる。そうです、そうです。本当だ、左目は完全に閉じてる、取れなかったかもしれないけど真似したよ今。ギュッて詰まってギュッて見てる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 。こんちゃんほらすごい、じーって見てる。そうそう、そんな感じそんな感じ、同じ表情。すごいね、まねっこ上手だね。表情のまねっこもするようになったね。こう、こう表現だけじゃなくてさっきからこう真似してんの。あでしたり、うんでしたり。面白い。トロちゃんも餌あげてみる。そう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 、これそう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 、餌あげてみる。あ、ありがとうございます。ちょっと入れときます。はい、入れときます。こう出してきて、みーちゃんこれ、うん、こう、そう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 。あ、食べてる食べてる食べてる。何しょうぐじゃんけんぽい。ちょっとチャレンジしてみたら。えって。あ、これ負けるんですか。抱っこが苦手なので、暴れちゃうんですよ。最近なんですよ。何これ。え、ちょっとすごい可愛い。距離保たれた。距離保たれた。ちょっと可愛い。じゃあ見て。もう、もう、触るだけなんですけど、ね、寝ぼけにちょっと解説がすごいので、なるほど、女の子の真珠ちゃんの結婚になります。へー、真珠ちゃんだ。うん、うん、なずいてる。ほら、ほら、じゃんけんしとく？もももだと。パーだったら出せるかもしれない。じゃんけん、気になるね。でも何かよく分かってないかもしれない。団子状態になってるから。うわぁ、ちょこちょこ動くしね。今顔出したのがお父さん。お父さん、これ家族でこの袋の中にいるんですか。別にしたいんですけど、あと知らないおじさんが入ってるって感じですね。よそのおじさんが入ってる。家族お父さん、お母さんとおじさんがこの辺に。よそのおじさんが入ってる。仲良しで、仲良し。怖いけど、怖いけど来た。もう写真苦手なの。写真が離れちゃった。カメやばいっすよ。さて、触れた、触れた。ポイちゃん、ポイちゃん。おー、あーすごいぞー。どう、いいね、乗せてあげなくていいね。うんうんうん、ねえ、はい、ちょっと店長の山田さんにお話をお聞きしたいと思います。今日はありがとうございます。はい、はい、このアニマルカフェどうさせたきっかけって何かあったんですか。前職が介護だったんですけど、はい、介護士の時にこういろいろ精神的に落ち込んだりだとかっていうのがあって、うん、その時に癒してくれたのが動物だったんです、うん、自分の好きだったんです、うん、でその同じ境遇の人って介護職多いと思うので、はい、そういう人たちを癒してれたらなっていう思いがあって、うん、アニマルカフェを建てました。今お話しになったみたいに介護福祉士さんですか。はい、そうです。スタッフさんも、そうですね、はい、なんですよね。
この間もインスタを見たんですけれども、はい、若草学園、そうですね、あの、うん、障害児さんの入所施設の方に訪問させていただいて、うんうん、楽しんでいただいて、じゃあここのお店だけではなくて、それで出張とかもやってみるんですか？そうですね、今後障害児施設さんだとか、うん、あと高齢者施設さん、あと保育園だとか、うん、っていうところにもあの足を運べたらなっていうふうに思ってます。それは助かりますね。結構そうです、ね、外にね出れないね、なかなかね限られてしまうので、そうですね、その施設さんに行けば一人でも多く伝わって見ていただけるかなと思うので、今後これから増やしたいなっていうのがあります。児童デイサービスさんも、そうですね、あの放課後デイさんの外出レクとしてここを使っていただいてますね。これから長期休暇冬休みだとか、ここを使わせてくださいっていうふうに声かけていただいて、はい、もうそれは貸し切りでできるんですか？まあ、人数にもよるので、まあ、少人数でしたら貸し切りじゃなくても普通に入っていただくことできますし、大人数だとやっぱ集中してみたいと思うので貸し切りをしていただいた方がいいかなと思います。そこはもう相談でできます。車椅子の、そうですね、あの門を全部開くことができるので、うん、あのそこら辺はお手伝いさせていただいて、うんうん、車椅子の方も実際にここ利用されてて、うん、はい、どうしても2階はあの行けないんですけども、うん、まあ、2階の猛禽類たちは1階に下ろしてきて、うん、手のせ体験だとかできるので、あ、なるほど、ずっとあそこではなくて下にも連れてきて、そうですね、はい、あ、それは嬉しいですね。なので垣根のないお店を作りたくて、はい、まあ、実際にもあったんですけど、車椅子の女の子が、まあ、別のお店で僕が働いてた時に入りたそうに見てて、でも自分のお店ではないのでこちらからも積極的に声かけができなくて、それがすごい悔しい思いをして、もう垣根のないお店を作りたいなっていうのがあって、はい、今頑張ってるところ。あとなんかいろいろイベントもその時々によってされてますね。そうですね、季節のイベントだったりだとか、うん、ナイトズーみたいな感じのナイトハウスっていうんですけど、うん、夜1時間だけなんですけど、夜のここのエキゾハウスのアニマルスタッフさんたちを見ていただくっていうのもやってたり、あとこれからの時期だとハロウィンだとかクリスマスだとかっていうのをイベント考えてます。楽しみがいっぱいです。そうですね、はい、またあのインスタの方にも上がるんですよね、そういうイベント情報とか。そうですね、あの、うん、メインがインスタの方になるので、そこに全てあのこういうことをやりますよっていうのは、はい、報告させていただきます。わかりました。はい、またあの概要欄の方に貼っておきますので、よかったらあのご覧ください。はい、じゃあ今日はあのありがとうございました。こちらこそありがとうございました。日々さんがこれ、そう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 、そうそう、そんな感じ。